犬山城下町切符1380円で、私の場合360円お得になりました。犬山遊園駅は何にもなくてビビりました。今から木曽川沿いを歩いて犬山ワンワン城に向かいたいと思います。犬山ワンワン城見えてますね。犬山ワンワン城小屋とかも見えて、これが日本ラインかな、ライン側に似てるっておっしゃった方がいるとか。今回ね、こちらから右回りで一周できます。あ、犬山ワンワン城よかったですね。なんか階段の段差がたまらなくなるね、途中で。もっと登りたくなります。ではこれからランチに行きたいと思います。マダイとマトウダイのポワレ。ここで気になるのが、どっちがマトウダイでどっちがマダイかなんですけど、わからないですよね。わからなかったです。ただ皮がついている方は皮が香ばしく美味しかったです。
ブラッドオレンジは酸味が爽やか、抹茶は濃厚でまるでチョコみたい、ゼリーはほのかな白ワインの風味がボナペティット。気になってたやつ、小さいサイズが売ってました。嬉しい。とおまけにくれました。めっちゃ嬉しいんだけど、大きいサイズ買えばよかった。犬山駅には観光案内所がありました。観光の起点はこっちなんでしょうね。ドリームリフターとは飛行機の部品を運ぶこの巨大な飛行機のことです。拡大してみました。なかなか見えづらいですね。このドリームリフターちゃん今日飛び立つのかなと思いきや今日は飛ばないそうです。飛行機の時間も迫っていたのでドリームリフターちゃんに別れを告げ、私はハートランドを飲んでいます。このカードラウンジ、ハートランドは飲めるわ、お菓子は食べれるわ、なんかすごいいいご待遇です。さっきですね、ドリームリフターちゃんが今日飛び立つのかどうかを近くにいらっしゃったすごく高そうなカメラを持っていらっしゃる方々に聞いたんですね。すいません、今日ドリームリフターちゃんで飛びますかってしたら、なんかこうサイト、フライトを調べられるサイトかな、もうなんか見てくださって、あ、今日は飛ばないねと教えてくださったんですけど、そしたら皆さん何を待たれてるんですか。私は皆さんもドリームリフターちゃん飛び立つのを待ってるのかなと思ってたんですって言ったら、なんとですね、ドリームリフターちゃんの前にいた狩野隆をやってる MGM っていう会社のプライベートジェット、それが飛ぶのを待ってるっておっしゃってました。思わず、その飛行機ってすごいんですかって聞いちゃいましたね。こうやってね、いつも余計な一言を言ってしまうんですよね。皆さん今 MGM のプライベートジェット気になっていますよね。これです、これ。ちょっと前に走ってるこのゴールドのやつ、